はい、最後のチャンネル99です。もうね出てますけどね、パスファインダーのベーシックセットですね。まあ先日のね、2015年7月のプレイレポート最後の方喋ったんですけども、パスファインダーをですね、2015年ゲームマーケット春でですね、テンデさんで買ったんですけど、これね、シュリンク開けただけなんですね。で、全然なんか準備できてないので、まあ、いっそね、開封動画の形で、まあ、シュリンクちょっとのけちゃいましたけど、まあ、どうなってんのかっていうのね、中のコンポーネントね、結構興味ある方もいらっしゃるんじゃないかな、このでっかい箱なので、まあ、コンポーネントの中身をね、今日ご紹介できればと思います。はい、ということでですね、パスファインダーのですね、アドベンチャーカードゲームってなってるですね、これすごいでっかいんですけど、まあよくあるね、比較で持ってくるジックスインプとのアミーゴ箱ですけど、まあものすごい、2個半ぐらい。で、横は4個ぐらい。2個半4個半なんで、まあ12倍ぐらいのかな。で、高さはね、もうね、立てた方がいいぐらい。こんなぐらいですね。まあ、でっかい箱に入っているわけですけど、実は、割と軽いということなんですね。で、まあ、D&D 系のね、世界っぽい世界で、まあ、パスファインダーっていう世界なんですけども、の中で、カードをメインにして、シナリオをこなしていくタイプのゲームみたいですけども、なんかね、割とね、すっかすっかなんですね。これ後で、拡張セットを入れれるようだと思いますけど、まあ結構ホコリもすごいわけですけど、このぐらい、スカスカなんですね。で、ルールブックの方は、まあ、英語のルールブックがついていて、割とこういうビジュアルされた、まあ、どうやってプレイしますかって、まあ、各プレイヤーの手元だったりって、置き方だったりするのが、割とカラーで綺麗に書かれていますね。このルールブックが、まあ、ずら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 ーっとあって、20ページちょっとですね、割と細かいルールの文字が、びっしり書かれていますね。まあ、これはちょっと解読するのが大変ということで、テンデさんで買ったんですね。で、買ったので、ちょっと今開けてみますけど、で、これいわゆる A4 のやつを折ったやつで、まあ、これもやっぱり割とびっしりで、20ページぐらいありますね。まあ、結構ルールはありますね。まあ、読めば、まあ、この手のアドベンチャータイプのやつではそんなに多くないのかもしれませんけど、まあ、割とそこそこ普通のボードゲームも比べてはありますね。で、あとキャラクターがあるゲームは、まあ、しっかりしたロールプレイのゲームなんで、キャラクター系のリファレンスもつけてもらえてますね。これまた結構やりますね。10キャラクターぐらい出る気がしますけど、まあこれがロールブックですね。で、さっきのこれね、これをシールですよね。シールを貼るので、つけていただいてるんですけど、このいわゆるショップさんの役でつけてもらえるこの A1 ですね。A1 のシールのこの A4 のやつ、要は定番のサイズですけど、これにこの細かいサイズのやつで、これ20枚びっしり入ってますね。20枚びっちり入ってるんで、まあこれをやるのはかなり骨ですね。前あのプレイ動画でお届けしたと思いますけども、 D&D のねフィギュアのゲームありますけど、あれも相当張りましたけど、あれもこんなにはないですね。この20枚は相当来てるよと思いますね。デッキビルディングのやつに全部自分で貼るぐらいの勢いですね。で、あとはその避けたキャラクターですね、まあ、キャラクターのカードが入っていて、うまくいろんなクラスのやつがありますけど、まあこれとかアイテムですね、アイテム系のカードとか、まあいろんなイベントからすごいですよね。デッキがね、1個デッキずつぐらいなんで、まあこれが2セットと、もう1個入ってますね。これはモンスターとか登場人物とか場所かな、ショップとかいろんなやつがあるんで、まあそういう雑多なカードがこいつのこの中には入ってるみたいですね。ああ、モンスターもいっぱいいますね。すごいいっぱいいますね。ただちょっとカードを今触ってみたんですけど、ちょっとカードはやばい気がしますね。まあ日本語のシール貼るの絶対スリーブに入れるんでいいんですけど、ちょっとが今もちょっとこの辺、この辺なんか擦れちゃいましたけど、ちょっとガリガリやってるとこのカードは弱い気がしますね。あんまり乱暴扱うとすぐこの辺の隅っこが剥げてきちゃう気がするんで、これスリーブは必須のカードですね。あとは特別なアイテム系のカード、これそんなありませんね。優雅一種類ですね。なのでこのぐらいの分厚さのカードが3セットと、キャラクターカードとアイテム系のカード、まあこれ特殊なアイテムっぽいですけど、まあそれが一つ、これが半分ぐらいですね。で、あとはいわゆる、まあ、テーブルトークの人たちにおなじみの6面だったり12面だったり8面だったりってするのがダイスが1セットっていう形になってますね。なんで割と後から拡張セットを、まあ、絶対入れるんでしょうっていう感じの前提になってるスッカスカのボードになってますけど、この見た目に反してこんだけ遊ぶに関しても、天然さんが用意されたやつだとこのシールを20枚外る気力を得るので、まあこれ遊ぶにはそれなりの根性が必要ですね。私まだそこの根性ができてないので、先日あのポッドキャストの、 ビデオキャストの喋ったのでついにやろうかと思ったんですけど、まあこれがいりますね。逆にこれを日本の国内ショップさんに経由しないで自分に購入して翻訳しようと思ったら、これだけ翻訳する力がいるので、これは相当気合がないとプレイするのは大変かもしれませんね。
あとさっきのね基本セットに隙間がスカスカだって話しましたけど、やっぱ拡張セットはねこういったサイズのちっちゃいやつが出ていて、いわゆるトランプが2セットぐらい入るようなねサイズなんですけども、これがアドベンチャーデッキ1になってますけども、まあこれでだいたいカードが110枚ぐらい入ってるぐらいのミニチュア、ミニチュアって言っても110枚なんでね結構入ってますけども、新しいシナリオは多分入ってると思いますけども、こういったやつが結構いくつか出てるみたいですね。なんでこれもやるとしたら110枚を訳すのかっていう根性がまあないとちょっと難しいゲームでありますけど、まあやっぱパスファインダー相当拡張セットも出てるので、米国含めてそれなりにやっぱり人気なので、まあ一回ちょっと触れておきたいなとは思っていますね。まだちょっと私も一回箱を開けてこのシールの量を見て、このスカスカ具合でありながらこのカードの量を見て、一回はちょっとやめとこうかなと実は思ったんですけど、ちょっとねできればシールを全部貼ってみてプレイしてみて、プレイレポートの方はねまた別途お届けしてみたいと思います。まあ開封レビューしましては、まあ相当の箱のスカスカ具合と、逆にこれだけでもこのA4 シールを20枚貼らないといけないっていうインパクトは相当あるゲームでした。まあパスファインダーね、私も D&D 系初めてロールプレイン系のね、さまざまなねこういったシナリオ系のあるゲーム好きなので、ぜひどこかでね近日うちにプレイしてみたいと思います。はい、というわけでですね、パスファインダーアドベンチャーカードゲーム開封レビューの方をお届けしました。さあゲームチャンネルのある99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイリーチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですねチャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイリーチャンネルのハル99でした。